はいえー、ホワイトベース館内放送をやっていこうと思うんですけども、えー、その前にちょっとイベントのお知らせですね、えー、何回かアナウンスしてますけれども、えー、群馬県のイベントです、えー、今週です、ね、28日、えー、カリーノさんで、えー、お笑いライブを見に行くという、ですね、えー、あと周囲をツーリングしたり、えー、あの 藤原匠の実家見に行ったりとかですね、えー、水沢うどん行ったりっていうですね、まあ、ショートツーリングをしてですね、えー、その後、群馬の芸人さんのライブを見ようというやつを、あのイベントをやるんですけども、えー、現地集合です。11時ごろ、現地集合ですね。であの、ホワイトベース隊も全員行きます。で、うちで一緒に、うちから一緒に行きたいっていう人が、あもしいたらですね、 えーまあ、朝あ、適当にいいですね、えー、どこがいいかなあの、サービスエリアで言うと、えー、どこだっけ、高さか、はい、一回高さが止まりますんで、まあ、そこで待っててもらってもいいんですけど、えー、とちょっと我々何時に出るかっていうのはああの、まだしっかり決めてないんですけども、大体まあ8時45分には出てますので、 もしですね、こちらから一緒に行くっていう人がいたらですね、お店の前に静かに来てください。静かに来てくださいね。朝なので、まだ周りは休んでいる方もいらっしゃいますので、特にうるさいバイク乗ってる人はですね、なるべくこう、スーッとこう、切ってこう入ってくるとかですね、そういうことをしてもらえれば幸いです。でそれからゴールデンウィークですね、5月3日ですね、京都の三山公園、三山ふフレア広場の近くにあるジョイズバーさんに私行きますので、 行きます。ただ行くだけです。ただだ行行くけでってみんなとお話ししたり写真撮ったりするだけなんですけどもあのちょっとミーティングっぽいことを,をやります僕もたまには長距離走りますのでで、まあ、あの物販は、まあ、あの1人で、えー、1人でちょっと数名のバイトさんでできる分だけぐらいはなんとか持っていこうと思ってるんですけども。 でそれとですね、スネークモーターの福井の方が協力してくれますので、そちらのスネークモーターさんのですね、オートバイに試乗ができますので、興味がある方はそちらも含めてご参加いただければ、参加費もちろん無料です。カリドさんは有料ですよ、はいえと。そちらはですね、えっ、ー、と、いくらだっけ。 フェイスブックの方に、えー、書いて、えー、おりますので、えー、そちらの方でを見て確認して、えー、もらってもよろしいですか申し訳ないんですけども、はい、あったあったこれかなあ違うわこれだ、えー、あそうですね、えー、と参加料金は1000円ですねでドリンクケーキ付きとなっておりますでお食事される方はお食事代がかかっておりますので僕は食べますはい あの仮野さんの話ですよでは、ちょっと今日のお題に行きたいんですけども、えーとですね、あのこれ、インフォのメールの方にもらったんですけど、21日で来てますね。はいえーと秋田県能代市の介護施設でですね、えー、働いてらっしゃる方からメール来たんですけども、そちらの方の同僚の方ですね、が、あの えとですねまあ、職場でまあ看護師をしているということでなんですけども、えー、まあだいぶ前からまあうつ病になってしまったらしいんですね、はい、でまあそのうつ病をこう抜け出すためにですね,、えー、とですねあのバイクにの免許を取得するのに挑戦なさっているということなんですけどもなかなかまあうまくいかないとあ女性の方ですね、これは、はい、あなかなかまあうまくいかないとバイク倒したりですね えー、免許取得の道を断念うしようかというぐらい落ち込んでいるということなんですけども名前書いてあるんだけど言っちゃまずいよなこれえー、っと<笑><笑><笑>うん、まあこのぐらいだったら言っていいだろうなはいなんですけどえー、っと職場の上司の方らしいですね そうですね、あの職場の上司があの美人看護婦って、まあ、看護婦って古い言い方ですけども、やばいっすよね、僕だったらあの、そんな上司がいたらね、もうすぐ相談しちゃいますね、先生、先生、ここが痛い、ここが痛い、あそこが痛いって、診察してとか。あそれはあの あの看護師の仕事じゃないって言われたら、それはそれでちょっとうはうはしちゃうと思うんですけども、あすみません、真面目な話ですで、ね、はい、申し訳ないです。一言、頑張れと言ってほしいということなんですけども、うん、まあ、一言、一言でいいんですか。頑張れ。よしよしで、おいくつの方か分かんないんですけどあの、よしよしとか言っちゃってますけども、あの、バイクの免許取るのは、あ,あの、まあ、簡単な道じゃないですよ。 はい、簡単そうにやってる人もいるし簡単に取っちゃう人もいるんですけどもそれはあのー、それはそれですそういう人もいるというだけですでそういう人が多かったとしてもじゃあそうじゃない苦労してる人がじゃあ、あのーね、この <laughs> さん Y さんですね、えー、だけかって言ったらあの絶対そんなことないんで、まあ、まあ日本人の変な癖でね、あのー、他の人も同じ経験をしているって思うと安心するっていうのはあるんですけども。 あまあ、僕、中型免許高校生のですね時に撮ったんですよ。高校生の時きって言ったら、今よりも体よく動くし、元気だしいろんな、ね、感覚が鋭いわけですけども、でその時でさえ、僕で何回もぶっ倒しますよで。しかもうち1つはクランクで倒して、でその時にアクセルひねっちゃってあの、バイクが回転しながら吹っ飛んで巻き込まれそうになったりとかですね。 でもちろん卒検も落ちてるしで、一本橋ですね、連続強ロ走行とかなんかはあ、まあ当たれなかったですね、はい。っていうようなやつで、僕自身も、まあ、バイクの免許取れないんじゃないかっていう風にですね、やっぱ思ったことっては何度もあります。何度もある。で、しかも僕の場合は周りにバイク乗ってる人もいなかったし、で、 まあ冬だったたですよ、ね、教習受けののはでその冬場の教習所に乗り合いバスに乗ってですね行って、まあ、1人でこう一生懸命やってたんですけどもまあ、ね、男だから泣きはしませんけどもあの限られた、ね、教習時間の中で本当に俺はできるようになるのかなもう何時間も何時間ももう超過取られてで免許取れないんじゃないかっていう風にやっぱそういう思いっていうのは常にあって。 たしでその思いと意志をなんとか押さえつけてまあ、それでもやっぱ頑張ろうもう,いもうちょっと頑張ろうもうちょっと頑張ろうっていうのをこう続けていくそれとあの逃げようとする自分との戦いそれはあの教習所で免許を初めて取る人っていうのはあまあセンスがない人であれば誰しもその葛藤に苦しむっていうのは本当にあると思います。はいで じゃあ、どこでこけたのかとかあの、どこが苦手なのかっていう部分を、あのやっぱ考える必要があるんですよ。あ例えば、失敗したからって、自分はだめだ、だめだ、だめだっていうふうに落ち込むのも <laughs>、あ,ありはありなんですけども、でも落ち込んでもいいんですけど、まあ、分析も必要ですね。看護師になる方ぐらいなんで、頭はいいと思うんであの、自分がどういうところが苦手かっていうのは分析をしてみてください。でそうするとやっぱりあの 苦手な項目ってのが出て出きますでそしたらそれをイメージトレーニング実際にやらなくていいんでイメージトレーニングでイメージトレーニングをやった後に自転車でも何でもいいんでさらにこう体を動かしながらイメージトレーニング自転車とバイクは全然違いますからあのああんまり練習にならないんですけども、えー、イメージトレーニングをした後にそのイメージの中で乗るとあ意外と役に立ちますじゃあそれをやったかってすぐできるようになるかって言ったらできるようになりませんでも 若干上手くなっているんですよ。はい。ただ、あの、それが自分で分からないだけで。で、それがある日突然できるようになったりとかします。はい。で、そうするための場所が教習所だし、で、あとね、先生によって教え方も違いますからね。その先生でダメだから、ダメ出しされたからって、そこで終わりじゃないです。多分先生がどこやってて、どういう、どの人になるかっていうのは、ある程度自由が聞くはずなんで、えー、自分に合った先生っていうのに巡り合ってください。はい。好きになっちゃダメですよ。 はい、あの巡り合ってください。で、そうすれば、あの学校でもそうじゃないですか、ね、得意教科っていうのは、合う先生の教科だと得意になったりしますよね、教習所でもまさにそうなんですよ。で、教習所の,あの教官っていうのは、全員が全員いい教官なわけじゃないです、もうアホみたいなのもいます、はい、でもそれはどこの業界でもそうですよ。 例えば、あのー、A という会社の社員を100人並べてみて、じゃあ、その A という会社の100人、全員がもう社長の意向に沿った素晴らしい意識を持っているかって言えば、です、ね、多分あの5、3、2ぐらいの法則で、2ぐらいしかいないはずなんですよ。だから、あのそう思って、えーその、当たってる先生を,を考えてみるとかですね。はい、であの、この人、うつ病だとおっしゃってるんで、えー、必ずやり遂げてほしいんです。はい。 やり遂げてください。で僕もですね、非常にこう精神的に病んだ経験っていうのはたくさんあります。はい、たくさんあります。非常にあります。はい、非常にあるし、まあ、落ちるところまでどん底まで行って、であとはそこからもう這、はい上がってきたっていう経験もあるんですけども、あのー、厳しいことを言いますけども、誰も助けてくれないです。はい。助けて、助けて、うつ病で苦しいって分かります。で、えー、そこで助けてほしいってなるんですけども、 結局誰も助けてくれない助けてくれないというか助けたいんですけども助けられないんですじゃあ目の前の状況から全て逃げたとしましょうああの火星まで逃げたとしましょうで火星まで行った逃げたって言っても自分だけはついてくるんです。落ち込んでる自分がついてくるんですねだからやっぱり人ができることっていうのはちょっとしたもうきっかけ作りの手助けしかないわけですね僕がこうやって、 あのメッセージを送るのもそうです。だって喋ってるだけですからね、僕、あの別に何もしてないわけですよ。別にあの支えてあげたりとかですね、えー、なんかあのお酒飲ましたりとかですね、あのねお酒飲ましてあの変なことしちゃったりとかですね、あのそんなことはしてないわけです。してないんです、しないんです、そういうことは。はいまあ、いや、それは置いといてですね。あのなんですけども、あの特にバイクは1人乗りです。はい で車もまあ運転するのは1人だから一緒じゃんって思うかもしれないですけど車の場合は意外とこう近い距離でアドバイスができたりとか補助ブレーキとかですねあのやったりとかできるんで教習の最中も割と楽なんですけどもバイクってもうのはう最,後初最初から最後まで1人で操らなくてはいけない。でこれっていうのはあの、まあ、自分がメンタル的に落ち込んだ時。 の自分を制御する方法自分を制御するやり方そうしたものに非常にこうつながってくると思うんですね僕はあの。まあメンタル的に落ち込んでしまううつになるっていうのはどういうことかっていうと自分自身がコントロールできてない。 ということなんですよ。どういうふうにしたら自分が鬱じゃなくなるのかっていうのが分からないその方法が分かりさえすればなんとかなるはずなんですそれが分からないそれが下手くそだということからやっぱ落ち込んで、えー、そこから、ね、出られなくなるわけですね、まあ、負の方の思考回路から出られなくなってしまうであとは疲れてる単純にはい単純に疲れてるでそういうケースもありますまあ単純に疲れてる場合っていうのはああの1年も続かないんでがあが単純に疲れてるわけじゃないと思いますね で僕の場合はあの自分のメンタリティーを強く保つためにはやっぱりトレーニングが非常にこう大きいわけです。トレーニングをしたりとか、まあ、あとはあの仲のいい人とお酒を飲んだりとかですね。はい、であとはもう犬と一緒にこう抱っこして寝たりとか、も,うもみくちゃにしてみたりとか、犬,犬の口をベロベロ舐めてみたりとかですね、まあ。あとは温泉に長く入ったりとか。はい、もちろんバイクで。 あの天気のいい時景色のいい時に走るっていうのももちろんあの自分をクリーンに保つ方法ですはいバイクはですねちょっと辛いんですよただあの何か目標や目的地を定めてどんな天気でも、まあ、雪は覗きますよどんな天気でもあの疲れててもですねそこにたどり着くっていうのをやるとですねその一個一個を積み重ねていくとあの、まあ、成長もするし で見えるものも変わってくるしで辛くて辛くてしょうがなくて疲れて帰って寝てってなってもしばらくするとまた乗りたくなったりとかですね。っていうのはその人自身を成長させるものっていうのがある,あるからそうなるんですよつらかったことが何か楽しかったように感じるっていうのは成長したからっていうことですね昔の前の前に行った辛いツーリングが今考えると楽しく思えるっていうのは自分が成長したから。 バイクというのは強制的にそういうことをさせるというです、ね、そういう側面があります。はい でまあ、そういうことをやってると、ですねいつの間にか知り合いができたりとか、ですね友達できたりとか、ですね別に作らなくてもいいですけども、はいあのまあ、こうやって私の動画なんかを見るようになったりとか、ですねいろんなこう変化があ、日常にはないものが現れてくるというのもですね、えー、いいことだと思います。でそういう中で、自分にたと対してですね、えー、すごくこう心をこうクリーンにしてくれるというものがあ見つかれば、それを反復して行うということで、ですね、えー、おそらくまあ脱却できるんじゃないかなと は思うんですけどもまあ、それはまあ僕の方法であってで、その自分にとってのその脱却する方法って見つ,見つけられるのはやっぱ自分しかいないと思います。はい。なので、えー、今教習通ってらっしゃるということで、この教習を途中でもしやめてしまったら、あの別にあのどうしても嫌だできない。 っていうのでので戦略的撤退っていうのだったらまあしょうがないんですけどもあの、メンタル的な部分でやめちゃうっていうのは非常にもったいないです。はい、あの世の中にはですね、えー、乗りたくてもあの片腕がないとか、ですね目が片っぽ見えないとか、ですね、えー、あとはまあ経済的な理由とか、ですね、えー、いろんな理由で免許を取れない、バイクを乗れないっていう人が歯ぎしりをしています。はい、でそれの中であの自分次第で頑張れば、まあ、超過死でもなんとかなりそうだ。 なんとかなりそうなわけですよ。はい。っていうところにいるっていうのは、僕はもったいないと思う。もったいないと思うし、あの、教習所っていうのは非常にこう、ハードルが高いように感じるんですけども、取っちまえばこっちのものさ、一生もんですよあの。免許取り消しとかにならなければ。はい。なので、今だけです。はい。で、それを取ってしまえば、はい。あのだって、看護師さんでしょ。看護師さんってなるのに試験がいるじゃないですか。その試験に比べたらですよ。バイクの免許取るのなんでも、うペペペのペ,ペですよ。 で簡単です、簡単、もう簡単に考えちゃいましょう。ねはいでそれができないからだって言われたらまあしょうもないんですけども、はいでまあそういうふうにです、ねえーまあ、あ免許を取,取っちゃえば、取ったら、はいまあ、その、えー、一つのですね、えー、達成感っていうのが絶対次につながるので、ああの途中でやめないでもらいたいんですね。はい で、まあ、あの免許取れたら、あの、バイクを手に入れて、えー、まあ、バイク手に入れてからがまたハードルなんですけども、どうやったら楽しいのっていうのがあるんでああの、そういうのもあるんですけども、まあ、それに関してはですね、えー、僕のコンテンツなんかを参考にしていけばいいかなというふうに思いますので、あのそういう、えー、まあ、動画作りも頑張っていきますんで、はい。僕も頑張ってます。はい。僕もやっぱり、あの自分の精神状態をきちんと保っていかないと、物が売れていかないんで、 はい、あの皆さんにはあ動画の中で、えー、辛いところも見せるんですけども基本的にあれ以上辛くなったりっていうのは私生活でもないんです。はい、っていうのはあのやっぱ自分が長年き培ってきた中でですね、えー、大事にしていることなんですねだそれは僕は視聴者の皆さんに支えられてるっていうのが一番大きいところなので今こうして逆にですね一視聴者の,あの Y さんをですね、えー、何かこう応援できるのであれば。 一言頑張れどころじゃなくてですね、えー、いろいろこう思うところを話せたらいいなと思ってですね、えー、なかなか喋らせていただきましたけれどもど、どうでしょうね、あの、僕のこと好きになりましただ何笑ってんよ。あそういうわけじゃないんです、そういう話じゃないです、そういう話じゃないです、あの名前しか知らないですから、そういう話じゃないんです。はい なんですけども、まあ、それは,それはまあ冗談ですけど、冗談なんですけども、あのー、きっとね、あの僕のこの動画の話を聞いて、うんうんって思ってくださる、ですね、えーまあ、免許を取るときに苦労した人や、ですね、えーまあ、共感されている方っていっぱいいると思うんです。あのー、で、そうした方、きっとコメント書いてくれると思うんですけども、うんあのー、そういうのをです、ね、ちょっと読んでいただいて、えー、そちらも,もう励みにしていただけたらなと。 いいうふうふに思います、はい、みんな援護射撃よろしく頼むぜ。というわけで、えー、今日もですも、ねえー、お便りについて回答させていただきましたけれども、はい、これからシーズン入っていきますので、えー、皆さん、ですね、えー、事故に本当に気をつけてください。毎年あの痛ましい事故あります、はいで。報告たくさんいただきますけれども、あの僕らにできることはです、ねえー、自分たちがまず事故らないこと、でみ,みんなにもあの気をつけてとていうときは、事故と警察に気をつけてと。 はい、いうことぐらいしかやっぱできない。ですが、僕も気をつけます。はい、僕も事故るかもしれないと思いながら運転しますので、えー、皆さんもですね、えー、そういう考えのもとはい。あのー、とりあえず車間距離です。車間距離を空けることはいで、それからスピードを出しすぎないことですね。はい、この2つさえ守れば大抵の事故は防げます。はい、特に車間距離です。もう車間距離を空けていきましょう。えー、あの割り込まれても何でもいいです。車間距離を空けてください。はい。 あのそうやって、えー、今年もですね楽しいバイクライフを送りましょう。えー、最後なんですけども、ツイッター、Twitter、とフェイスブックですね、えー、いいね、えー、もしくはフォローしてください。最近ね、なんかツイッターのフォロワー数の伸びがねあんまよくないんですよ。3万5千ぐらいで止まっちゃってるのねで。YouTube のチャンネル登録者数は18万超えたんですが、あともありますなんですけども、ツイッターの方もあのフォローしてください。あのもう全然役に,立役に立たないことを、ね、いっぱいつぶやくんですけどもあの、僕の私生活の側面、 というか、まあ、個人的なことばっかり言いますんで、えー、あとね、コメントを入れる人もあんま少ないんですよ。だから大体あのコメントくれる人を覚えちゃうぐらいな感じですね。はい。なので、えー、ぜひですね、ツイッターやってないよっていう,という人がいたらですね、この際に、えー、アカウントを取って、僕だけフォローして、僕だけに反応してください。えー、で僕ねあの、いろんな敵もいますんで、あの僕の偽物とかね。 で僕をフォローしてくる女の人だけに対してあのしつこくこうねあのアプローチをかける変態とかねあ,のあと僕を何とか悪者にしてやろうとかいうあのいろんなあの敵がいるんですけどもそういう人があの張り付いてきたらこうブロックってのがありますねブロックすれば OK ですからねはいで僕は基本的にそういう人たち全員ブロックしちゃ,るしちゃうしあでももう最近はめんどくさいからしてないな あのー、基本的にあ,のあんま迷惑だったらやるけど、基本的に放置。はいでえー、そんなのに相手してるぐらいだったらああの楽しくですね、えー、仲良くしてくれる人たちと一緒にワイワイ盛り上がりたいなっていうのがありますので、はい、僕はそういう人しか見てないです。僕の,あの応援してくれる人しか見てないです。はいね、イエスマンだけ、えー、なんかあれしてんじゃねえよみたいなことをあの言われたことがあるんですけども、ああ、その通りだ。あ 俺はイエスマンしか懐に入れないぜ。ええ。だったらなんだって言うんだ。みんなもそうだろ。お前だってそうだろ。ね本当だよ。だって、あれでしょいつも母ちゃんに怒られてるよりは、あの母ちゃんに褒められた方がみんな幸せでしょねほーら、まずそんなところから。ね。はい。というわけで、えー、話がですね、えー、こうきちんとこう、しっかり収まって、こう、結論が出たなというところなんですけども。はい。 <laughs> 全然出てないな <laughs>。<はい笑>皆さん、今日もなかなかご視聴ありがとうございました。はい、えーでまたこうやってぼちぼち喋っていきますのでよろしくお願いいたします。はい失礼します